はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回のゲストはアマチュア界のレジェンド中のレジェンド、もう頂点です。なるほどね。の坂田哲夫さんです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。今日はお願いします。いやいや、こちらこそいただいて、こちらこそ。もう坂田さんといえばもうアマチュアの競技はもう100勝以上ということで、うん、数だけね。日本オープン、ローアマも、まあ、4回、最多の4回、うん、で関東アマも6回勝ってるということで、うん、まあなんといってもこれです、うん、世界アマチュア優勝と、うん、一番ね大事にしてるんですよ。あの、はい、日本アマ33回チャレンジして連続で、はい、で2位が6回でプレーオフ3回負けてで、そういうことがあって日本アマ1回も勝てなかったね。あ、これはもう僕らのね、うん、他は見ながら取ったんだけどね。はー、7ゴール深い、7不思議、ね、いやいや、不思議じゃないんだけど、はい、思い込みが強かったかね。あ、うん、もうこれも世界アマっていうのはもうその11回出てらっしゃいますけど、うん、すごくいい大会、ね、これがね、あのね、はい、僕初め日本アマ、アマチュア日本一になりたいと思って、まあ、中部さんの背中を見ながらねやって、当時ゴルフってそんなに、うん、ね、今みたいな、はい、あれじゃないじゃない、マイナーの、うん、だからプロちょうどね、私は大学入ってジャンボ尾崎さんが出てきてからよ、はいはい、だから僕らが一生懸命やってる頃はもう用意どんのきっかけが、はい、アマチュア日本一になりたい、はい、今の子はみんなプロゴルファーになりたい、はいはい、当然それでいいのよ、はい、僕なんて試合ないんだから、プロの試合が。ああ、なるほど。うん、あったのがね、唯一あったのがね、はい、中日クラウンズのなんかプロ、はいはい、中日プロアマ大会かなんか行ってね、前ね。じゃあ中日クラウンズの走りが、うん、そうそうそう、それだったんですか。うん、で他に試合はないんですよ、プロ、はいはい、でまたそうね、河野道隆さんださ、はい、僕はいまだにあのいろいろ交友があるんだけど、石井智夫さんだとかね、昔の、はい、まあね、はい、優勝してこうして100万円の小切手みたいなのもって、はい、オートバイもらってる頃だから、はい、日本プロ取ったとかね、はいはい、だからね、プロゴルファーになろうと思ってゴルフしたわけじゃ全然ないんだよね、はい、うん、そういう時代だったんだよ。なるほど、うん、でこれは、はい、世界山っていうのはね、まあ、こういう言い方したら怒られるか分かんないけど、世界で一番の大会なんですよ、うん、準備のもおかしいけど、いやいや、日本は全然報道しないけど、今 今だってね、これ勝てば、うん、マスターズ出れますもんね。今はマスターズにね、はい、まあ、こんなこと言ってんから、昔岩田さんとったね、まあ、岩田貞夫さんという方がマスターズの、はい、僕は84年にこれ世界になった時にね、ノミネート坂田が入ってたよっていうわけよ、はいはいはい、いわゆる海外でその時の、はい、日本の賞金王は前田晋作さんだったね。あ、はい、ありましたね。あれも晋ちゃんちゅう、はい、そうですね、うん、はい、ところがね、日本ではまあいろんな報道がちょっと正しくは僕はないと思うんだけど、はい、日本の賞金王はマスターズに行ける、そうないのよ。そうですよね、うん、ただ、まあ、日本で賞金王になったら一、はい、人推薦しよう、推薦にお願いしようというのはできたわけ、はい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 、たまたまその年に僕は世界取って、日本でも全部取ったんかな、日本アマ以外、はい、出た試合、はい、で海外の実績がそうしてあったから、はいはい、なんか岩田さん曰くノミネート入ってたよって言われた、はいはい、その時は入ったけどね、後で聞くとその年からちょうどそのアマチュアを減らすと、あ、で減らすということは昔はね、全米でもね、はい、全米アマのベスト4だとか、はい、イースタン、ウエスタン、はい、全英、はい、で全米パブリックだとかね、はい、ミッドアマとか、はい、ものすごいカテゴリーで10人以上出たの。あ、そうなんですか、うん、昔は、はいはいはい、それがね、やっぱり海外のプロがね、盛んな強くなってたから、はい、アマチュアをもう減らして、いわゆる全米アマのチャンピオンとか、ブリティッシュアマのチャンピオンとかね、はい、もうそういう風にUS オープンのベスト様とか、はい、少なくしていった時だったのよ。なるほど、うん、
だから運が悪いとか運がいいじゃないし、そんなもの恥ずかしくて僕は出れないんだけど、一応なんかそんなこと聞いたのよ。いや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 、うん、だって世界一のアマチュアですから。で今は時代いいよね、アジア選手権中できたよね、アジアアマ以外に。そっちから、ね、金谷君とか、あのそうで松山ね、昨日も優勝して、彼なんかやっぱりそれでマスターズ行ってね、やっぱり持ってるもんも持ってるけども運も持ってるわけですよ。まあでも、まあ、実力的にはもうマスターズに出場してる、うん、もう今だったら ねしてますから。さっきの話じゃないけども、はい、初めて僕は日本アマで出た時に、はい、大学の時に、はい、広野だったんですよ、はい、名将大3年の時、うん、はい、でその時まではね、まだね日大だ専修だ名古屋商大なんて出れないんですよ、はい、日本ゴルフクラブに加盟してるとこメンバーでないと日本アマチュア出れない。なるほど。だから今みたいに、はい、東北口だ、はい、ダメな。なるほど。じゃあもう加盟クラブだから僕は大学の変な話高校から大学の試合出たから、はい、あのまあ変な話出るぐらいの力はあったわけ、はいはい、でもメンバーになってなかったから、はあ、それで名古屋にいて、たまたまそのプロでおった人があのアマチュアの OB の人でね、はい、じゃあここに入ればって言って、はい、で父親に、はい、日本アマ出るために、はい、そこのメンバーに東名古屋のメンバーになったんですよ、買ってもらって。そうなんですね。日本アマに出るために東名古屋を買ってもらった。はあ。で初めて日本アマにの予選に行って、はい、関西からね、はい、で、通っていって、はい、で、初出場で広野の日本アマに行ってた、はい、その時もナショナルチームってないから、はい、それでいきなりサイン。そう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 。で行った時に初出場の日本アマでいきなりサインになって、うん、行った時にね、瀬ヶ山に行けたと。 そう、はい、その時はね、もう最下位だなと思った、はい、100人ちょっとぐらいしか出てないんだけどね、はい、2ラウンドやなんか1日何しか、はい、ワンラウンドじゃないんだよ、ツーラウンド2日間だから、はい、朝から分まで回ってる。まだゴルフ14歳から始められたんですよね。そう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 。だからまだ5年目ぐらいの。いやいや5年目、6年、あそうだね、6年目、そう、はい、うん、でその時に、まあ、このお話に、はい、なかなか到達しないんだけど、はい、僕は日本アマ日本アマってやったんだけど、世界山に初めて日本代表で、まあその時は上位ね4人、はい、で日本、まあ、まあ親善みたいな格好でね、はい、頑張ってきてよと言われて、見たっていつも、まあ、当時は今はもう下手したらすぐ順位は20位30位になっちゃうし、よかったら優勝チャンスもあるけども、はい、レベル上がってるからね、はい、大体8位9位10位とかさ、はい、そんな真っ赤だったのよ。この4人のメンバーは誰だったんですか？山田健一さんね、入江勤さんね、さん日大であの高橋昇って僕と同期でものすごい前にいたのよ。入江さんがまだアマチュアだったんですね。もちろんもちろん、はいはい、それ終わって、両方それ終わってプロに転向していくわけよ、はい、入江さんも山田さんもね、はい、うん、でその時にね、これ行った時にね、すごいのよ、もういわゆるオリンピックみたいにこういうユニフォームあったみたいに更新してね、はいはい、うん、こうユニフォーム着て、まあこれは世界山じゃないかな、アジア山か、相馬さん、そうそう、更新するのね、はい、各国ずーっとで、今こそ参加国も増えたからあれだけど、昔は一か国ずその国家で日の原更新、そうそうそう、はい、もう世界ジュニアいたで更新しました、うん、国旗持って、それで、はあ、こんな世界にはいい試合があるんだと、はい、でも昔から日本でなんでこんな報道してくれへんやろうと、はあ、よう頑張った時期あったのよ。でもね、もう日本アマこれに出るには、はい、日本アマの上位にはおらないかんわけよ。そうですね、ね、はい、2年に1回だから、まあ、その間にアジア上がるから、はい、アジアパシフィックアマチュア、それは僕は何回出て4回ぐらい勝って個人でも2回ぐらい優勝してるんだけど、
もうそれ出たいために頑張ったみたいなもんやね、はい、ああそうですよね、うん、僕の時もちょうど世界ジュニア出たいために頑張ってましたから、そうやろ、はあうん、でもこれはね失礼だけどね、もう本当日本のあれは、まあ、あのまあコマーシャルベースに乗ってるからだけど、はい、本当の本物の世界の大会だよ、はい、あのジャック・ニクラスからみんな出てるんだから、アメリカのプロはこれを出てプロなのみんな、うん、たらあのラニー・ワドキンスとかトム・カイトとか、もちろんベン・クレンショーだ、僕らは最後、まあ、負けたけどジェリー・ペイと US、はい、その途中次の年に US オープン取ってるね、あーカーチス・ストレンジ、もうみんなそうよ、ニック・プライス、うん、だからスコット・ホーク、そうよみんな、何しかもあのあれよ、ヨーロッパの人みんなそうよ、あもうみんなここそう、これを通過して一つの通過点かな、これを取っ、あのアメリカの選手はこれを優勝してアジアンワトロフィーを取って、はい、でプロ転向する、あこれ一つのアメリカのあれになってるみたいね、これがね、はい、もう昔言ったこれが俺は最強チームだって言ってるわけよ、ちょっとあれもうボロボロだけど、あ中部銀次郎さんが一番左、真ん中、直島監督で中部さんに、あ、直島さんが一番真ん中、倉本、左から2番目倉本さんですかね、うん、で、直島さんの隣は中川さん、中部さん、はい、いや、これ右から2番目森道夫さんか、あ、森さんですか、うん、一番右は俺や、坂田さん、あ、坂田さん、かっこいいですね、へえ本当だ、坂田さんだ、でこんな写真見てさ、はい、見たら誰石川遼なんて言って、俺石川遼このぐらい体しれないでボール飛ばなかったんだよな、こんなしなってた、いやいやそこらへん、これおいくつぐらいの頃、学生の時よ、名将が言われてた、先ほどあのお伺いしましたけど、あの三好の一期生ですよね、うん、そう名将大の、なぜ大阪から、だから先ほどもちょっとお伺いしましたけど、うんうん、このカメラ回ってる時だからこう一生懸命その今の話の続きで一生懸命やってたら、はい、同社のゴルフの先輩がね、はい、その、本コースに初めて行かれたのが高校生なんですよね、それは高校1年か中学3年かな、そのぐらいですよね、うん、真面目にやったのは、高校1年から高校1年から本格的になった、うん、15歳、はい、で高校3年間ゴルフやられて、うん、で高3の時に、はい、日本ジュニアも行ってんだけど腕を折ってたんだよね、うん、ジュニアの時、ああ怪我して、うん、で先生はもうギブスとって言ったらあかんやけど、まあ一応初めてやし、はい、って言って行ったんランザンには、はい、あランザン、うん、でまあその時は全然片手みたいなもんやから、はい、で関西学生の時は昔の往年の日本アマ優勝してる鳴宮さんって京都のね、はい、鳴宮喜平さんって言って同志社大学の OB で、うん、関西学生ゴルフ連盟の会長してて、で僕の先輩ね、同志社のゴルフ部の人がよく、まあ、教えてもらってよく可愛がってもらった人がそのうちに話したわけよ、高校で一生懸命やってる高校生がいて、うん、予選から出してくれませんかということになって、うん、で鳴宮さんが学生連盟の会長から、うん、おお、そうなったら推薦 してやろうと、うん、OK くれたわけ、京都ゴルフクラブまで挨拶に行ったわけ、うん、ね、今の京都ゴルフクラブまで、はい、で予選にじゃあ推薦する予選出たまえっていうことになって、はい、予選1時、2時、3時だったわけや、関西学生出るのに、はい、3時もあるんですか、うん、でその時に名古屋商科大学の俺の1年先輩の人と出会って一緒に回ったわけや、でこのクソ生意気高校生がとか言ってねまあ俺に負けたからでどうすんだって言うて、じゃあ奈良国際の決勝はいやいや別に一緒にやるかって言って、先輩の 森道さんが来るから一緒にやるかって、あそれはありがたいなと、日本は、はい、一番前人やからね、はい、名古屋から来るから、はい、で練習なもんでやろうと、
入れって言うから入れてくれますかってで練習ラウンドで知り合って、はい、で将来大学どうすんだいから今高校で同社の推薦を受けてるから同社にもしダメだった時はお願いしますっていう話になったわけ。ああ、じゃあ高校生にしてあの関西学生に出られる。そうそう、大学だから日本学生俺5回出てる。そうなんですか、うん、昔はそういうのがあった。いや、あの、うん、高校から出たんですね。その代わり言ったじゃ日本アマなんかでも学生が出れない時代だったから。あ、顧客にね。なるほど、そうだった、うん、だから日本学生5回出てるんだから。あ、だからまあもうアマチュア、だから今はもうそんなのできないよ。ジュニア、ジュニアな、ちゃんと昔もあったけどそのあれがちゃんとできてるから、アマチュア競技全盛というか、まあそこが主だったわけですね、うん、学生の時に下関カントリー、うん、うん、山田さん、ちょいちょい、下関カントリーはね、太陽漁業のゴルフ場で、はい、中見さんのお父さんが、レサブロさんいう人が作られたの、はい、ゴルフ式で。だから、江南大学時代に中見さんが日本まで出られたのは、広野の中見さんはあるじゃない、高3から出てるんじゃない、高3から日本まで出られた。うん、うん、だ、良き時代だったのよ。今、そのことしたらできないけどね、うん、その代わりいろんな試合が増えたから。佐川さんは名将に入られて、うん、それで高3から第4まで日本学生でやられてる。そう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 、でだからリーグ戦は俺らは中部代表で中部で優勝して関西に行く。へえ、だから関学同士は近代ね、うん、その A リーグ、うん、でこっち側日大ね、あなたとかもそうは知らんけどこうやるわけだ、うん、で我々は関西リーグを戦うわけ、うん、で上位3チームが大箱根で日本学生やってるわけ、はい、でその時は僕は高校の時も大学3年の時にキャプテンやらされてたわけよ、はい、4年生就職はあんなでキャプテンでチーム12人連れて大箱根行って、うん、全日リーグですね、全日リーグ、はい、で日大とかさやってこう毎日対戦やるでしょ、はい、あの時は午前、うん、ダブルス、午後シングルスだから、はい、その時の メンバーというか、だからにだからうちは誰もいない、はい、うん、日大は片山康だとかさ、あ、はいはい、ね、はい、山もうみんな上手い人ばっかりや、はい、すごい、山田健二さん、山田健二さんも上や、もっと上やから、はい、ね、大学、俺があの大学の時はもう3つ上かな、うん、だから僕は3年の時はもう卒業したから、うん、片山、高橋、信夫、まああの辺のそういう時や、で、あのダブルスやっても僕一人で頑張って勝つわけや、はい、で、日大のじゃあ、坂田、お前一番出てこいよなんて言ってさ、はい、いいですよ、やりましょう、はい、やっつけちゃうわけや、で、あくり坊主なるよねやっつけ負けたやつけると12コロナならないようにさ、あ、そこで勝つわけよ、息が良かったのよ、だから、まあ、あんたは武田監督がよく知ってるの、ええ、知ってます、知ってます、文字大好き、よく通ってくれたの俺だけ、あ、そうなんですか、うん、だからあんだけうるさいおっさんやけど、はい、俺だけはおーそうだしょっちゅう、だから僕はナショナルチームになっても坂田が委員長になったら俺は協力する、それみんなちゃんと挨拶しに行かなきゃ、はいはい、ね、例えば先週から横田がナショナルチームで、こんな日本代表になるで僕が俺監督選んだら、はい、選ぶ前にも挨拶行ってこなかった監督にここで選んだ時は協力してくださいって、ああそうなんです ね、はい、あれは坂田さんが選んでたんですか、いやいや、これみんなで選ぶんだけど、ただだから我々のやり方が正しかったんかどうだったんか、時代は時代だからね、やっぱりいろんな成績を見て、ゴルフは一試合だけじゃなしにいろんな成績を見て、であとはこの行くことに対して経験だけ積めばいいんじゃなしに、だから言ったでしょ、10年前銀だったやつが金だった、うん、まず日の丸をあげようっていうことをやったわけよ、はい、これがそれが大きいのよ、はい、メダルですよね、
まあちょっとそれで大学卒業されて、で仲間の中でもプロになられる方っていうのがいたよ。だから高橋、1年生高橋克成、はい、うん、入江勤さんは、はい、アマチュアずっとやりたかったけども、はい、まあ、家庭の事情、はい、かなんかで27歳ぐらいからプロになった、はい、なるほど。ゴルフを続けるためにプロっていう道を選ばなきゃいけないっていうこともあったわけですね。そのアマチュアゴルフするっていうのもなかなか大変な時代だった。だから僕はアマチュアゴルフしたいから、はい、自分で商売するわけにもいかないし、はい、だから僕はこういうメーカー、はい、企業とこに勤めたわけよ、はい、でそこでこういうも扱ってるんだから、はい、試合ね、大きな試合は出ますよっていうことで、はい、それは頑張って出ろと。なるほど。言われるか、ま、その代わり昼練習するわけにいかないよ、ノンプロじゃないんだから。逆にプロの方が厳しい茨の道なわけですよ、うん、試合がないんですから、うん、はい、ああで先ほどもお聞きしましたけど、毎日ゴルフをするために高輪の、そうそう、会社終わるとね、はい、独身三鷹に寄ってさ、はい、だから練習して、それからみんな東京の大淀大屋から買い上ってくれるわけよ、うん、で終わったらよし飯食って飲みに行こうなんて言ってさ、でも大好きなんだけど、まず100発持たないと気が済まないわけ、うん、で、土日はゴルフでしょ、うん、それがなんかロッジあったんだよ、うん、ロッジがあったの、あ9番のどこに袖柄、うん、あ、そうなんですよ。だから金曜日だったら行って、はい、泊まってゴルフ、そうそう、で日曜日ゴルフしてた、そういう暮らしをされてたんです。大学1年卒業して1年目は2年間は名古屋に毎週金曜日帰るわけ、はあ、家じゃない、家大阪よ、はい、で東名古屋入ったからメンバーとみんなやってたじゃん、ああ、はい、大学在学中に、そうそうそう、会計を買ったから日本アマでるのにね、はい、でずっとみんなで毎週やってるから、はい、かかってくる人がいっぱいいるやん、はい、ね、商売しててだから新幹線代ぐらい持つから来いよなんて言って、毎週名古屋まで行って、名古屋行くな、金曜日会社終わったら名古屋行くで泊めてもらって、土日ゴルフして、はい、帰って、本当に好きだったのかさ、はいはいはい、そういう暮らしなんですね、はい、でもそればっかりやってるとなんか仕事もちゃんとできないからっていうので、その平日のゴルフの練習を少しずつ、いや、そうじゃない、それは試合勝つごとに、あ、勝つごとにこんなことやったら、はい、ダメだから逆転していかないかんって練習方法を変えてたわけ。プロだとそれずっとやらなかった、はい、アマチュアだから、はい、だから技術の方よりも違う方を伸ばして、はい、同じ銃を、はい、今まで99が打ったりすることだったけど、はい、こっち側をバーッてこっちを、はい、同じ100この100でも仕事しながら練習、うん、そうそうそう、はい、だからね、まあまあそれはみんなねプロとの試合もよくやるでしょ、はい、だね、ベストアマ取ったりね、何やってもしょっちゅうテレビにあの当時出るわけよ、うん、で、あこ日、日曜日じゃそれ、はい、で、あこ日、月曜日に9時に行った方もおるわけよ、俺が、うん、だから会社の他の、いや、プロをあそこでしたんじゃないですかってびっくりするわけよ、俺って何を普通なのよ、でしょ、ゴルフで帰ってきて、表彰で帰ってきて、東京帰ってきて、アプリ会社に月曜日から当たり前にサラリーマンなんだから、はい、ところもびっくりする人いるの、もう帰ってきてる、うん、もう出社してる、そう、出社してると、もう何しかおるから、はい、だからあのね、みんな応援してくれるんだよ、部署はどんな部署だったんですか。僕は一番初めに、はい、大沢商会いう会社にいて、30万、はい、扱ってるのが上位と、はい、メインホールのクラブよ、はい、そこで、そうそう、そこで、はい、そこの会社が大学の時にそういう人を探したわけ、やってくれるのは、うん、でバッチシ来たわけよ、バッチシですね、で入ってすぐにもう 100% 能力出せるじゃない、はい、だから俺あの当時プロゴルフは全部フット上位契約したの、はあ、試合だから試合しながら仕事してるの、
なるほど、そういうことですね。はい、はい、全員プロ試合じゃん。みんなに振ってる。はい、今みたいに持ってた線にどれどれって言ってペッタ送っといて、うん、だから僕は契約者の担当、他はみんな遊んでるじゃないんで、周りで契約書してたんで、あのメーカーの人間なんか、うん、俺一緒に試合してるんですよ。終わったら注文、うん、注文って、まあ、その程度だからね、はい、今のダンロップみたいな。でそこを辞めて住友ゴムに行ったわけや、はい、今のダンロップに。でその時はそれこそボールの全盛期や、はい、他のボールなんてもうほとんどないのと久しぶりぐらい、はい、視野が70、ね、ロイヤルマックス、うん、ロイヤルマックスフライ、マックスフライからロイヤルマックスからね、そういう、いい時代だった。でそこでもまたそういう仕事をね、いいボールでしたね、ロイヤルマックスライは、うん、同じように試合に出ながら、だから自分では趣味と実益を生かしながら、はい、こうしてまあちょっと多少なりともこういう成績を残したわけ、うん、ところが一番僕に降ってかかってくるのは、あんなのノンプロやないかと、坂田さんに対して。いやいや、だからゴルフメーカーに勤めて、はい、ゴルフやって、はい、同じだろう、プロと一緒だろう、うん、ところが僕自身もそうじゃなくて、会社に住みたまなんて硬い会社にさ、はい、普通に勤めるわけですね、うん、そうそうそう、はい、どうしよう、はい、ところが扱ってるのがゴルフ道具だから、どうしても世間はそういうふうに見ちゃうわけ。なるほど、ね、でもそれはしゃあないね、はい。鍋島さんからこう中部の道具を用意しろって電話かかってきたのは大阪商会。そう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 、中部さんがもう辞めたから、はい、だからあの当時今のゼクシオじゃないけど、はい、弁法が見たクラブ、はい、あの当時4つキャディバッグ入れて3つも乗ったね。ああ、どこの組でも、うん、ああ乗ってた、ゲーペックス、弁法ですね、はいはいはい、パーソナルとか、うん、それは扱ったから、はい、で、中部がゴルフするから、じゃあ中部さん初めて電話があるの、クラブをね、はい、みんな使った、ね、クラブを使ったよね、あ初めはね、はい、で、僕はアメリカのフット乗車、今もいろんな合併なんてこうなって、はい、どこどこの廃家になってるけど、昔はフット乗車があって、はい、そこのオーナーが日本に来たら俺を買い合ってくれて、うん、で、代理人のライオンでプレゼンテーションするわけね、うん、アメリカツアー、PGA ツアーではね、うん、80何パーセントフット上位だとかね、うん、で、僕に反則担当の男に、君に800足やるから、うん、ね、はい、800足、うん、で、日本のシェアを高めてくれ、うん、それ、俺入った時給料5万5千だよ、うん、5万5千だよ、給料、はい、で、料金引かれて手取り3万なんかだよ、はい、で普通に一足3万なんかだよ、安いので1ヶ月ですか、給料800足、800足っていうのは反則用に800足、そうそうそう、プロ200足、はい、で800足あなたにあげるから、だから当時6足、1年6足でけあのいわゆる契約するわけや、はい、僕は横田純一、はい、ね、プロと純一、はい、は年間6足で普通上位、はい、で1足4万なんぼ、5万なんぼ、もう今と違って使用契約だけや、はい、ね、うん、で、しんちゃん6足契約して、ああ、もう当時は普通で見らん、ね、いらないし、見ないだから、うん、履きたくてしゃあないんだよ、見らん、はい、普通上位は、はい、高い靴、いや高いし、それはもうゴルフの器用で、はい、鉄板が入っててさ、はい、それはもう僕は見て、すみません、普通上履いてくださいって履いてくれんじゃん、そんな店だったから、はいはい、で、前期三足、後期三足、どれがいいですか、カタログ でそれを送っておくわけ、はい、たまには会社に、台湾のプロ、陳清波さんか、はい、もう路量館でも、陳清波でも、あ、陳、社営区でも、みんなあの当時や、で、月曜日だったら、試合なかったら、坂田さんいますか、あって来るのよ、会社に、はい、世話になってます、そうって聞くの。お化け来てね、ちゃんとして、はい、で、倉庫で好きなやつ選んでいってくれ、はい、じゃ楽しかったですね、楽しかったよ、はい、それを言ったって、みんな
そういうことやった、うん、そこにプラムってあって、はいはい、プラムも派遣やる。だから俺運転手よくするじゃないですか。そうだったんですね。だからそういう仲がある、うん、プラムとかは、はいはい、で一緒にそのナショナルモチベーションに中代さんと日の丸あげようよというところから2人で始まって、その仲間にクラムトが入ってきてくれたり、じゃあ出てきたから入れたり俺がして、で日の丸あげようよから始まって10年、それをみんなでやって10年後に日の丸あげたわけ、銀メダルを。2年に一遍でしたっけ。そう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 、5回目の挑戦で金メダルを、だから80年にね、ポルトガルで、そうそう、これね、これをね、はい、ね、これですね、こちらのどっちだよ、こっち金メダルとね、はい、銀メダルが、銀メダルどこ行ったよ、これ、これを初めて取ったわけや、はい、いやって、そしたらやっぱり2位も経験されてたっていうことですね。そうそう、もちろんだからこれがあるわけや、はい、この2位の銀メダルがあって、その時はからの、その時は倉本、一番強いチームだった。銀の時ですか。うん、倉本さんと中部、中部道夫さんと、だから森道夫さん、森道夫さんで、まあまあ一応私が入ってんだけど、入って、うん、と僕は一番チーム強かったと自分が30年やっててそう思うわけ。で金のメンバーは、金のメンバーはそんな大したことないわけや。ああ大したことないとおられるよ。お家でしょ。お家さん、お家さんはね、だから今のあのこの間死んだんだ、木村って中野さんの下でね、はいはい、木村さん、うん、木村健明って死んじゃったんだけどね、はい、で加藤和彦と、あで僕と、はい、でその時の監督は中部さんよ、はい、それがこの写真、この写真なんですね。それが中部さんよ。で中部さんがスピーチを全世界の前で、はい、うん、中部さんがスピーチ、そうそうそう、はい、英語で、だからその英語を川田大蔵が書、はいはい、いて、うん、川田大蔵さんはその、ああ英語のスピーチを、彼は国際委員したからね、はい、うん、このアイゼンハワートロフィーすごいよ、はい、今そこ横にある小さいトロフィーがそのトロフィーのこれはレプリカ、これはやってあのね、日本で大パーティーしたね、これ、あの世界から要人集めてパレスホテルで、パレスホテルで何千人かで、その時に選手にレプリカを作ってくれたのよ。あ、そうなんですね、うん、でもものすごい重くて、いやこれ純銀がね、錆びちゃったらあれなんだけどね、はい、でこれが唯一誰も持ってないっていうやつなのよ。なるほど。結局このトロフィー自体は持ち回りですもんね。それ持ち回り、これが普段はそのイギリスのあのセントアンドリュースの上に置かれてるんですか。そうなんです。うん、で俺先端です行ったら、はい、こっちには入られへんけどこっちにミュージアムある、はい、で何ドル何ポンドかや、ずっとマイクとこう回ってこう出てくるんちゃう、はい、でそこにもうずっとほらミュージアムだから、はい、ね、東京ドームのあれみたいな、はい、でずっと行ったら、うん、このカップが出てくるわけや、はいはい、みんなでワールドアッチャーね、はいはい、おお、これ俺持ってる、外人が見る、そうや、写真見して、おお、これ、これが社会人になられておいくつぐらいの頃になられるんですか。これ、はい、優勝だから10回目、これは34の時よ。34で、はい、僕はゴルフして、ゴルフっていうスポーツは当時からもう全ては他のスポーツは若いんだけど、ゴルフっていうのはいわゆる大義心、はい、これがピンでバチッと出てくるのはやっぱり30ね、はい、から35だと思ってやったわけよ、はい、今もっと速くなって、もちろんね、体力と、うん、全てが一致するのが、はい、今度はそ35過ぎると心技がいくけど体が、ね、体が下がってくる、あ、ね、はい、だから初めは体がずっと心技がなかなか、はいはいはい、でこれが僕は30の時にいつもピャッときたわけよ。で今度ここからこうなっていく、ところが今はもう時代がちゃうから、だから僕は松山英樹君でもね、今28ぐらい、はい、29ですね、はい、だから僕は今が一番ピークやと思う、審議体が、あ、ね、僕らの時代は俺はそうだと思った、ね、
20代で本当に勢いあるけども、はい、やっぱり心と技術が、そうそうそう、なんか今の子は心と技術が早めに来ますよね。いやだからそれどんどん早くなってくる、早くなると早く終わるわけよ。あ、だからさっきも話したしんちゃんでも長いことやってるから、はい、気をつけないと、気持ちだけはしっかり持ってないと。今同じ年いくね、まあ僕は50代後半の時に、はい、同じ年のもんには負けんだろうと思って、新しい人来るわけやっぱり、はい、それ後発にゴルフした人40からやったとかさ、はい、その人たちは試合今新鮮で、はい、こっちはもういわゆるゴルフ年齢、競技年齢は80歳や、はい、その50ぐらいの時から、はい、その人は競技年齢20歳や、はい、今から頑張ろう言うと、もうええわって言うと分かるでしょ、ね、はい、だからあんたもそれを青春です、ね、うん、でもそこそこそういうことですね、やってて心がやってるから続かないとダメだよというのは、そういうことです、ね、だから昔すまかった人は今知ったらダメでしょ、もう切れんのよ、だからいつまでもときめいてないとダメですね、うん、でもものすごい花開いたいう感じないでしょ、はい、で一回花開かせばいいのよ、いいですね、横田真一50歳デビュー、そうよ、5年間花開かせばいい、それがいやなんとなく俺今までやってきてるから、はい、そこそこいけるやるじゃなしに、はい、人変わればいいのよ、はい、この人生、はい、その代わりそこから5年も持たへんから、いや持たないっていうのは優勝したりね、はい、だから、まあ、室田さんとかすごかったですよね、だから室ちゃんなんてさ、はい、ねえ、こんだけ、いや一緒にしたよ試合、はい、シニアで、はいはい、何でもっと若い時はうまくなかったんだろうと、うまかったと思うんですけど、そうでしょ、はあ、で今ちょっと燃え尽き症候群の部屋であんだけ勝って、はい、シニアじゃ室田歩いて、はい、僕が一緒に回っても、はい、うまいな、体もいいし、うまいな、はい、で僕の時はちょっとダメですね、うん、若いのできたら、うん、そうなんねんよ、人間って当たり前じゃない、いつまでも、そうですね、まあちょっと心の友達を、なんか YouTube は葉っぱかけに来たみたいな感じ、はい、はい、そうですね、で本当に、はい、あのね、いやいや、ありがたいです、勝ちに行かないと勝てないよ、今シニアの連中でも勝ちたい人は勝ってんだもん、そうですよね、うん、出て嬉しい人は勝ててないもん、そうですよね、うん、そうですね、だからレギュラーツアーでもそうじゃない、やっぱ勝ちたい人は勝ってんだもん、そうですね、うん、いつも試合は一緒なのに、いつもあったってもまあ、あそこで勝つのも結構大変みたいですけどね、深堀さんも藤田さんも田中さんも手島さんも、うん、まあみんな、まあみんなうまいわって言って、うん、結構手こずられたんですよ ね、はい、それは何やったらね、道具が良くなったから、はい、みんな錯覚してるんですよ、自分で278も飛ぶから道具が良くなって、ね、で一番肝心なね、道具がうまくいかなくなってくる、小さいものが、小さいものがですね、うん、なんかみんな年取ったら小さいものは大丈夫じゃんって言いますけど、小さいものからなんかおかしくなってきますよね、それは目からなんですよ、目から、うん、だから目っていうのはものすごい大事ね、あ、特にゴルフなんて距離感の、あの僕はねゴルフやっててね、はい、まあいい話してくれたから続けるけど自慢話になっちゃうんだけど、ずっとゴルフして、俺なんでこんなにあれ人よりもあれなんだろう、自分で問うときは自分で問うときやん、みんなと一緒にゴルフに出て、はい、うん、やっぱ曲がんねえな、うん、人より曲がんないな、やっぱりボールって昔からと思って、はいはい、あ、やっぱりだからかなとかね、うん、そういうのがある、うんうんうん、先ほどちょっとアプローチのお話されてましたけど、うん、何歳ぐらいの頃に
気配が出始めた。あ、そうそう。あ、プロデュース、ね、忘れもしたいおっしゃってた。これね、すごあのね、食事の時にものすごいアプローチ得意でね、はい、もう普通に 4,50 代だったら手で掘るよ。これあなたもそうだろうけど、手で投げるように精度、ね、はい、で、ね、カラーでもさ、はい、今のベントのカラーやんないけど、はい、昔コーラのカラーなんて言ったら、はい、絶対パターンが使わなかった、はい、でカップの縁が見えたら、縁が見えるいうことは10ヤードぐらいとか、はい、なもんかな、はい、10ヤード、15ヤードぐらいまでだよね、はい、カップ邪魔だった。カップが邪魔、いやポあのピンが邪魔、ボールだね、うん、当たって弾いたら困ると、はい、そのぐらい自分じゃあのアプローチいったらもう得意だったし自信も持ってた、はい、それがね何回かあったとかな、関東アーマーでね、千葉館の関東アーマーや、結局負けたんだけど、16番のショートちっちゃい高麗のグリーンがあってね、はい、で浅川に負けたんだけど、そこでカラーにすぐそこだったんだ、うんうん、で高麗だから、うん、それをピンって入れたらと思った、はい、で得意の上からもうそんなやつでもピンって打つだから、はい、なんかクラブはこんなんそうやね、何番で、やっぱ3度だろうね、3度で、うん、今みたいに8番と9番転がすことはまず若い子みんなやれへんじゃん、はいはい、なんかでねピッって言ってね、はい、こいつがでこんなちょんじゃないよ、はい、キンッと、はい、ダンブルにキッキャンッてやるやつや、はいはいはい、好きでもうみんな真似した若い時みんなあの、はい、一緒に回る人が、はい、どうしてそんな怖くないの言うぐらい、はいはい、それザクッて言ったら、はい、ボールの手前1センチぐらいバカッと入っちゃった、はい、ボールちょっちょいかなって、はい、それここ入っちゃった、はい、ここ入っちゃった、はい、その瞬間病気中にはそういうもんなのよ、一回でなっちゃう、うん、でそれはいいんだけど、それ以降自分の中でここに入っちゃって、普通ここで やってくれたらポンって、はい、コース行くと遊びでもダメなの、それもグリーンのみんなあなただったらもう入れたいようなやつがダメなの、うん、20ヤードぐらいエッジまであるやつ平気なのよ、うん、もうこっから入れたいやつがざっくりと、うん、これ一歩しない、はあ、でそれを克服したんですか、克服せえへん、あ、してない、あ、今も全然してる、だから試合行かない、あ、でも今まではショットでカバーできたの、はいはい、あ、じゃあ全部乗せりゃいいわと思った、はい、アプロ専用にすればいいと思った、はい、でレギュレーションを多くしようと思った、あ、いわゆるパワー率上げようと思った、なるほど、じゃあピンを無理で、だから例えばさ、アプローチにいる時はさ、はい、ちょっと狙っていってグリーン手前だったとか、はい、いや、あそこでも寄せりゃいいんだから、はい、今それできないから、はい、ピンが右だったら左に乗っけとけとかね、あ、うん、パターだけ来ないから、うん、だから俺は長続きゴルフして競技つけたのはパターとドライバーに来なかったから、うん、パターとドライバーに来たら終わりよゴルフ競技者は、 あとは曲がってもあいつもリカバリーができるんだからね、うん、でもドライバーとパターに来たら終わりね、うん、俺ハワイのステートアマチュアでも優勝したのはアメリカのツアーやってスケッショーツアーだけでやめてアマチュアに戻ったっていうのしてて、ハワイ州のアマチュア選手権ね、うん、ワイラーで優勝争いしてんだけどさ、なんでツアーやめたかって一歩なんだから、ね、途中で俺で優勝争いしてたら2メーターぐらいと3メーターぐらい向こう行っちゃうんだから、ほら一歩や、あ、で僕はね何回目の関東もかな、茨城の東、はい、西コースで、はい、2日目終わったセブンアンダー俺、うんうん、いや両方俺高速で持ってんだよね、で2位な丸山に何ぼ勝ったのかな、9ストローク勝ったかな、うん、はい、ラグリーム2ラウンドの決勝、はい、もう一歩出まくりでさ、もう楽勝やと思ったら一歩出まくりでまくられて負けた、137や、アクリツーランド154か5つられちゃってた、へえ、で負けたのよ、
丸山さんが大学生の時に、うん、プレゼントしちゃったんで、もう仕込もうと思う、7アンダーでいい、ダントツやったんや。じゃあ今は治ってない、治ってない、治ってない。で、62歳の時に競技を終えられたっていうことです。うん、もうそれが前提にあるんだよね。行ったってね、遊びでも嫌だなと思ったらちゃっくりしたり休んでた、もう寄らない。それで試合行ったら、何の試合か行って言ったらもう面白くなかったんよ。でもラフとかは大丈夫ですか？ちょっと大丈夫ですよ、ね、いわゆる皆が、はい、僕もそうなんだ。アプローチの踏んでしまうもの、花道やね、そこんなとこ打つのもその前に、あのセカンドから、はい、そこで止まったらボギーになっちゃう。でもそういう時はもうパターですか今は。いや、それがね、はい、プライドがある。ウェッジを持つんですか。8番とか9番とか、ね、転がしたね。じゃあもう、まあ、10年ぐらいはいくつ。どうよ、もっとですか。もう30何年付き合ってる。あ、そうなんです。あの今日競技生活、うん、まあ、その間に半分ぐらい試合勝ってんだ。え、あ、イプスになりながらも、うん、はい、こんな辛いことないよ。ヤゴルスの面白くないのよ。遊びでうまくいって試合だったらね、はい、なるっちゅうなら試合やめりゃいいだけど、遊びでもやっちゃうから。さっき食事された時、競技ゴルフは楽しみ3割苦しみ7割とおっしゃってましたけど、うん、でもその3割の楽しみがものすごい楽しいから、ね、勝つ人は、はい、うん、苦しみながらも一生懸命だからね。もちろん、和田博司君みんなメンバーいるじゃん、はい、今や社会人の前、水上だとかみんな、はい、深夜でも優勝評価もぐらい、はい、見るの。あのね、アマチュアっていうのはね、はい、1位しかないんだ。1位しかない、うんうん、ね、2位は1週間覚えてもらえる、はい、うん、いや、さ、厳しい言い方するかわからないよ、アマチュアはね、はい、プロはほら賞金加算していけばいいけど、はい、で毎週やるんだから毎週は勝てっこないんだから、はい、アマチュアは月に1回試合があってとかね、ないんだから。だからやっぱりアマチュアはね、アマチュアの試合中に1位と2位は全然違うんだ、うん、ね、1年経ったら優勝は覚えてくれてると、うん、2位は自分で言わなきゃわからないと、うん、誰も言わない、知らないと、うん、あの時の横ちゃんに優勝した時に2位は僕ですよっていうのは、うん、自分で言わなきゃ、うん、ね、ダメ、うん、で僕は優勝してるからね、はい、の話こうしてしんちゃんでも佐賀さん言ってくれる。まあそれは優勝したからって言うばっかりじゃないよ、先輩としてプラムとかも言ってくれる。深掘りにしても簡単に聞く場合で俺が、うん、まあ、変な話やっつけたりとかもしれないけど、優勝争いして、はい、だから深掘りも一応ね、はい、芸をしてくれる方にも信仰にしてもそう、みんな、ね、これ2位だったらなんことないのよ。あの時の2位お前これやで、身長超えてるお前優勝的なんで。そうですね、負けた思い出が、いや、こうなんのよ、きつく覚えてます。競技者っていうのはこれは全てないよ、これ我々の世界の競技者としてって考えると、プロよりも勝負師のような感じがしますね。あ、ね、あの、はい、だからね、僕はね、あの、今若い人みんなプロになっていて、昔の人も尊敬してるし、みんなすごいなと思うんだけど、あの、もちろんプロは職業だから、うん、賞金ね、分かる、それは当然当たり前のことや。それよりも僕はやっぱり平均ストロークとかさ、うん、日本だけでしょ、ああいう獲得賞金、賞金額とか賞金量とか言ってんの、うん、いや、それ以上の称号がすごいの。いつしかね、タイトルホルダーよりも年間賞金とか、うんうんうん、それをアメリカでもね、ストロークでやるんだよね、なんとかっていうあれを、
平均ストロークだったりとか、そうそう、僕はその方が好きなんだよね。ああ、まあそれが本当の、うん、確かに実力ですよね、うんうんうんはい、だからあのなんか、うん、別にそれは当然なんだけど、僕はね今だったら花できてんだけど、あの金目君にね、うん、彼も将来大学卒業する頃にね、うん、ちょっと話したことあってさ、うん、でプロって何とも思うって言って、うん、まあ今だから話できるけどね、うん、言ったら、いやプロはあのお金ですか、そりゃそうだよ、全然間違ってない、我々サラリーマンでももちろんサラリーね、でも金目なプロっていうのはね責任があるんだと、俺でもサラリーマンでも一つ事業を扱った責任がある、ね、だからプロっていうのは1週間にサラリーマンの1年以上のね賞金を1週間でもらうときあるんだから、やっぱりそれはプロは何だったら俺は責任だと思う。でそれは皆さんがよく言ったオーバーパスする人いらないよって言って、うん、だったにだからあなたがさっき俺らがそう言ってたよって言って 谷原、はい、秀人も言うよね、はい、未だに、うん、坂田さんきつかった、地ナショナルティームが走ってパープルコーバーパスするやつ帰れ言われたもんな、うん、いわゆるもうオーバーパスしてたんじゃ世界に通用しないんだ、オーバーパスもなる、まあ、合宿してオーバーパスするやつはもうトランク持って帰れって言ったらしいんだよ僕は、ミーティングで。もうそれは世界までそれを警戒されてるから、いやいや世界に飛び出すには、はい、合宿でですね、でチームでオーバーパーしてるようじゃ、はい、もう必要ないと選手としてって、うん、でそれを言うわけや、あんなに使ったわでも実際そうなんでね、うんうん、今でもそうなんだよ、やっぱりオーバーパーしたらプロはでも金にならないって言ってたよな、そうですね、ね試合してても、はい、だからプロっていうのは僕らもアマチュアで課長やったり部長したら責任があるわけ、うんね、だから特殊な1週間で人の1年分を2年分や稼ぐ人はもっと責任があるでしょ、うん、でもっとゴルフするのが仕事だし、うん、僕はきついけど、いや雨が降ろうが風が吹こうがね、オーバーパスオーバーパスのほらプロとして認めんっていつも言ってた、うん、あのうちの牧野君プロで毎日しててね、じゃあ怒られるよ、こんなこと聞いたプロの人に、うん、でも僕は若い人にそういうプロならね、風が多かった不幸がね、雨が降ろうがね、うん、オーバーパーしちゃいかんって言うんですよ、愛の鞭ですね、愛の鞭ですね、愛の鞭よりも僕はそれは条件だよ、一つのスコアに対する、うん、オーバーパーするのはアマチュア、だからアマチュアハンデあるでしょ、ご自分でもアンダーパーで回れなきゃもうつまんなくなっちゃうっていう、ああもうまあだからね、今それのまさしく瀬戸際的にあんたが出上がってきたんだそうです、あのね一旦ぶっ切れるとね、はい、やっぱり魂かな、まあ、ちょっとじゃあそんな中ちょっと申し訳ないんですけれど、うん、ちょっと技術編も技術編ね、はい、やりましょう、はい、ということで坂田さんの歴史をお伺いしました、いえいえ、はい、ありがとうございます、昔のことを言っては何とか言うけども、はい、せっかくね、しんちゃんと30何年かな知り合ってさ、ね、ジュニアから出た時から知ってたからね、まだまだ、まあ、そういうことで話できて嬉しかったです、はいはい、もうちょっといろいろ聞きたいことはたくさんあるんですけど、ちょっと技術編に、技術編ね、はい、行きたいと思いますね、曲がらないコツとか、はあ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい